トフル受けたいなと思いますね。そう、なんでかっていうとね、トフルね、今ね自宅受験が可能なんですよ。でどういう風にね登録するのかっていうのをちょっと説明していきますね。で235ドル、ね、高いですね相変わらず。昨日取っときゃよかった、わざわざ2個取ったからこれで5万円ぐらい使った、ね、すごくね、こう順天ってもう明日できるってこと。ここで始まりました、アムテチャンネルです。今回はですね、そうです、トフル受けます。トフル IBT 久しぶりに受けたいと思いますね。いやだってさ、もうさ、テスト中止ばっかりでさ、英検も中止で、まあ今やっと戻ってきましたけど受けられなかったし、トイックもねずっと中止で、なんでそんなトイック満点89回って中途半端なんですかっていろんなとこで言われた。で、あ、更新して今はどれぐらいなんですかとかって言われても、いやだからずっとトイック開催されてないから受けらんないんだっていうね、言うんですよ本当に。もう嫌で嫌でしょうがない。もうね、はい、禁断症状ですよ。もうトイックが受けたい、英語の試験が受けたい、ちょっとねやっぱり物足りてないですから、トフル受けたいなと思いますね。そう、なんでかっていうとね、トフルね今ね自宅受験が可能なんですよ。スペシャルホームエディションがあるんですよ。トフルに関してはね、本当に大学行かなきゃいけない人がいますから、やっぱり実施するしかないわけですよ。で実施されなかったら大学行けない、大学行けないって人が山ほど出ちゃいますから、やっぱりやるしかないので、まあ、これを機に自分もですね受けるぞと。なんたって自分のパソコンで普段慣れてるもので打ち込みができる、これでかいですからね。今までなんだかよくわかんないデスクトップのね、デルのデスクトップが大体多いですけど、それでやってたのが、ちなみに一番今までで点数が良かった時のは、あの東進の新宿の建物、そうそうそう、長瀬のあのでっかい建物の時が良かったんだよね。あそこのノートパソコンなんだよね。だからね、なんかね、ノートパソコンの方がね打ちやすいんだよ、慣れてるから。やっぱずっとノートパソコンできてるから、それもあったんですけど、いやどんなのかワクワクすっぞって感じですね。まあ、トフルの方がトイックよりはるかに強敵ですからね、やりましょう。見ていきたいと思いますね。はい、まず、日本版のねサイトもだいぶ綺麗になりましたね。本当に切ってないというか、めちゃくちゃしょぼかったのにすごく綺麗になりました。こうやって書いてますね、 TOEFL IBT Special Home Edition is now available ということで、家で受けられると。 For a limited time for students affected by test center closures as a result of COVID-19 ね、そうだ、コロナで閉まっちゃってるね、テストセンターが。 The test is available worldwide in all locations where the TOEFL IBT test is normally available ということで、世界でどこでも TOEFL IBT やってるとこだったら受けられると。 With the exception of mainland China and Iran、ああ、中国とイランはダメなんですね。どういうことなんでしょうね。カンニング問題、それとも何、あの中国だとブロックされてるものがいっぱいあるからかな。ほら、Google とかさ、使えないじゃん。だからシステム上使えないのかな。イランはなぜなんでしょうね。Start your registration here in your ETS account and select the special home edition option on the Find the Test Center and Dates page. そこで見つけられると。Please note, due to the high volume of cancelled tests as a result of COVID-19, rescheduled test notifications to test takers are taking longer than normal. あ、時間かかっちゃってる。ね、日程変わったテストのお知らせのね、やつが時間かかっちゃってると。If there is a government quarantine that forces your test center to close. あ、そうね。この隔離ね、起こってて、テストセンター閉まっちゃわなきゃいけないんだったら、It may be several days before you're officially notified about your rescheduled test. お知らせがちょっと時間かかるかもよんって言って、You will continue to see your original test date in your account until it is rescheduled. そうだね。リスケジュールしない。そのまま表示されてる人もいるよね、多分ね。We appreciate your patience and understanding as we work to notify all impacted test takers. かましねっつって。EDS is waiving all rescheduling fees to assist test takers during this time. ああ、この waiving ですね。この wave は TOEIC でも出題されますね。その費用を免除するっていうやつね。日本のね、英和辞典だとなんか権利を放棄するばっか載ってるんですけど、TOEIC 出てくる場合はその費用いらないよってやつです。では実際にログインしてみたいんですけど、ログインできた。すげえ綺麗な画面になってる。こことかめちゃめちゃしょぼい画面だったのに、マイトフホームということですげえ綺麗になってますね。で、マイテストで。で、もうすでに私自身は申し込んでありますので、こういうふうにスペシャルホームエディション to be scheduled ですね。これから行われるよ。トフル IBT の I が小文字じゃねえ。なんで。
で、どういうふうにね、登録するのかっていうのをちょっと説明していきたいですね。で、Register Find Test Center Date っていうところをクリックします。で、そうすると、Select a Test Center とかっていうのもあるんですけど、普通だったらね、こうやってどこでできるかとかって、すげえこれも綺麗になってる。すごい見やすくなってる。で、今回は Special Home Edition ということで、家でやるやつを選択します。でも家でやりますからね、その場所を選ぶことはありません。で、$235ドルですね。高いですね、相変わらずね。でテストに登録するとブラウザーのバックボタンは使わないでねって言ってるね、まあ、いろんなのが書いてあってはい認めますみたいなね、パスポートのね、情報を入れます。ドライバーズライセンス、そうなんかねこれも使えるようになったね。ドライバーズライセンスもね、いつもね J ってやるとジャメイカが出てくるんだよね。とりあえずパスポートのところで行きますね。その後そうですね、個人情報ですね、住所とか電話番号とかの確認があって、で、Do you want to sign up for a TOEFL search service? College, University へ行く人たちのプログラム、あなたに合うかもしれないプログラムのね、情報を送ってくれるって言いません。Background information。何のために受けるかね。どこの国でやりたいか。勉強したり働いたりしたいかですね。私決まってませんので、Undecided。で、何のためにやりたいですかみたいな。年齢とか学歴みたいな。Graduate。もう卒業してますからね。次のレベルは、まあ、博士課程。で、どういったやつで勉強したいみたいなのがあって、まあ別に、ラングチでいいや。ラングチ。Intended Data Environment。まだ、別に大学行かないし。英語にどんだけ勉強しましたか ?10 年以上。How much time have you attended school, college, or university? And which content classes, such as mathematics, history, or chemistry, were taught in English? 英語で教えられたやつか、うん、微妙だな。そんなにない。Have you ever lived in a country where English is the main language? Yes. で、どれぐらい?まあ、これ TOEIC とかでもあるやつ。アンケートです。別に書かなくても OK です。で、これ、このスコア、その大学側がね、受け取るっていうのがもう決まってる場合は、そこをここに入れます、ね。そこに送られるんだよね。オンラインだけか、それとも紙のものが送られてきてほしいかっていうのを選びます、ここで。で、それをやると、まあ、確認があって、出た!いろんな、これも買わねえっておすすめしてくれるんですね。これも買ったらどう?これも買ったらどう?プラクティステスト。買ったらどう?バリューパックプレミアム。なんか多分いろんなのが入ってんだろうね。148、高えな。プレッププラスは72で、プレップだけは52。何なんでしょうね、これ。まあ、本もついてるとこね。本と、オンラインの模試と、コアレポートがついてきて、次のテスト35ドルの割引。Practice Online Speaking Series なんてあんだ。Not available in Korea。韓国だとダメなんだ。なんでなんだろう。もう商売上ですね。ETS は30とか。これ、そうなんですよ。過去も売ってるんですよ。だから、ネット。で受けられるですね。多分まあスピーキングできて機械が判定するのがね、なんか面白そうですね。お、スピーキングとライティングだけのやつもある。スピーキングの4つタスク、ライティング2、オートメイテッドスコーリングツールズ、24時間以内に、ああ機械だけで採点するっていうやつなんだ。面白い。そんななんだ今。どれもいらない。でお金払ってで決めるんだよね。はい、これで買えますね。Your order has been placed. Your order number is... この Proctor U って書いてある。Proctor U っていうので、これに入ります。Chrome か Firefox 使えだって。ダメなんだ。しょうがないじゃん。これ使えないよね。では、Google Chrome でやってみますね。で、テストのところにですね、ステータスとして、もう自分がやってあるやつは、スケジュールドってなってます。で、今買ったやつは、Pending です。まだ決まってない状態ですね。宙づり状態。で、そこでスケジュールっていうのを打ちて、で、こうやって選べます。すごくね、こう、June 10th ってもう明日できるってこと?すげえ!もう1日でテストできるんだ。で、カレンダーでこうやって選びます。July とか。9月まで確かね、選べるんだよ。3月26日から9月4日まで選べるんですね。いつ来いかなぁ。8月の終わりあたりにしますかね。で、時間、まあ、早起き苦手だから、AM とかやってもいいのかな?あ、もうそこ関係ないか、実は。これ最初の登録の時やったんですけど、自分の住んでるところがどういう時間帯の場所なのかっていうのを設定もしなきゃいけないです。8月20日から8月23日はできないんだ。何それ?じゃあ24。ああ、出ますね、24は。で、そのあたりの時間、なんか新幹線の予約見て、何時がいいかな?あんまり遅すぎても嫌だから、1時半とかにしましょうか、じゃあ。日本の時間 JST です。で、マイセッションとかね、レシートも出せるんだ。これで私はTOEFLの申し込みができました。7月と8月にTOEFLを受けるということになりました。昨日取っときゃよかった。わざわざ2個取ったから、これで5万円ぐらい使った。
まあとにかくねずっと試験受けてなかったからもう受けたくてしょうがなかったですから、いやーやっと受けられるなっていう感じです。よかったです。もうね英語の勉強もねだいぶ遠のいてましたからね。やっぱテストがあるから何かしら動くっていうのが自分自身すごくあるので、やっぱ入試問題ね、ただただこう見て眺めて解いてるだけでもつまんないのでですけど、まあ自分自身ね本も出しててリスニング&リーディングで、今度スピーキング&ライティングも出すので、やっぱここらでもう一回受けておいて、TOEFL新しくなってるんですよ。なんでちょっと新形式ちゃんと知っておかなきゃいけない。特にねスピーキング変わってるんでそこを見ておきたいなっていうのがあるんですよね。設問数が減ってるんです。頑張っていきたいと思います。まあその準備してる模様とかね勉強してる模様っていうのも流せていけばいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.